皆さんこんにちは。ゆっくりマリサだぜ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。今回はまず手始めに相馬家を血祭りにあげてやるぜ。血祭りか。なかなか刺激的でおじゃる。さっさと相馬家を滅ぼしすぎに行くぜ。てなわけで今回もザキカキがガンガン行っちゃうよ。さあ残っている部隊を滅ぼし城攻めと行きたいぜ。さようであるな。よし、ではこれより城攻めに移る。御意にござる。ではここで強攻だ。蹴りをつけてやるぜ。理解承知。やや、敵が出てきたぞ。捨ておけ。城を落とせば問題ない。ではさっさと城を落とすでおじゃる。よしよし、城が落ちたか。お見事にござる。これで我らの勝利だ。さようであるな。これで相馬家も滅亡だ。相馬家も他愛なし。やや、あれなるわ石川。今度こそ東洋だぜ。刀剣はあるの？ないぜ。それでいけんのか？いけたぜ。やったでおじゃる。これでさらに戦力アップだぜ。しかりしかり。さて次に滅ぼすのは佐野家だ。佐野家の城はあと一つだぜ。さようであるか。ではこれより佐野家を討伐する。それでは参る。いざ、唐沢山。ただいま、絶賛野戦中だぜ。敵将、撃ち取ったりいい？今回の味方は今のとこ宇都宮家だけだぜ。そうなの？黒人衆は？ここの黒人衆は千葉家と親密だ。なので有効までしか行かなかったぜ。ち、先を越されたか。まあまずは目先の敵を倒していくぜ。御意にござる。佐野家の部隊を徹底的に包囲殲滅だ。抜かるな。御意にござる。よし、残りの部隊も同様だぜ。ザキカキ包囲殲滅の様は運下のごとし。ではこれより城攻めに移る。理解承知。そろそろ時間が迫っているでおじゃる。わかっておる。もちろん手は打つぜ。おお、ここで強行。間に合ってたもれ。森氏が撤退か。ほんとギリギリだなおい。なんかこういうの多い気がする。真の像に悪いでおじゃる。まあ何にせよ我らの勝利だぜ。さようであるな。これで佐野家も滅亡だ。佐野家も他愛なし。では佐野家の次は宇都宮家だな。昨日の友は今日の敵でおじゃる。ではこれより宇都宮家を討伐する。それでは参る。いざ、宇都宮。ただいま、絶賛野戦中だぜ。お味方が敵に囲まれたでおじゃる。あれらはポンコツ応援部隊。こたびの礎となってもらおう。なんと、見殺しにするでおじゃるか。非常なり。待て待て、すぐに主力が助けに入る。大も小も生かすザキカキで安心したでおじゃる。犬死にはさせないぜ。御意にござる。さあ包囲殲滅だぜ。理解承知。さてさて次に殲滅されたいのは誰じゃ。誰じゃ誰じゃ。何、援軍だと。やや、あれなるは上杉則政。ふん、則政なんぞこちらの応援部隊で十分よ。ポンコ、ゲフンゲフン、頼りにしておるぞよ。よし、応援部隊で上杉則政を迎撃だぜ。理解承知。うむ、こちらは肩がついた。今度は上杉勢に攻撃だぜ。則政よ、首を洗って待っておれ。
黒川何が死壊滅。このまま残りも殲滅だぜ。御意にござる。大熊何が死壊滅。では改めて宇都宮城を攻撃だ。御意にござる。さあ主力、応援部隊で城攻めだぜ。これは落ちたも同然でおじゃる。お、黒人衆がこちらに着いたぜ。勝ち馬に乗ると申すか。虫の良い奴らよ。まあ良いわ。それよりさっさと落としてしまうぞ。さようであるな。ぐぬぬ、時間切れか。是非もなし。お、新しい家臣が加わったぜ。やや、あれなるはまさだね。これでザキカキはより強くなるぜ。期待しておるぞよ。さあ今度こそ、宇都宮家を討伐するぜ。異彩承知。これで鋼が死壊滅だ。いねえ。残りの部隊も終わりにしてやるぜ。宇都宮家ももはや敵にあらず。あれ、また来たよ。コリム五人でおじゃるのう。まあ良いわ。応援部隊との挟み撃ちよ。さようであるな。上杉何が死壊滅。何がし扱いで草。黒川何がしも壊滅だ。お、生き残りが逃げるでおじゃるぞ。よいよい、そのまま宇都宮城まで道案内をさせてやるぜ。道案内ご苦労でおじゃる。これで上杉勢は全滅だな。敵将、討ち取ったりいい。あとは城を落とすだけだぜ。余るほどの手勢がおればすぐにでも落ちようぞ。よし、ここで強行だ。皆の者、いさめよ。気合も入れたし持ってくれよ。もうちょいもうちょい。ふう、やっと落としたか。やれやれでおじゃる。これで我らの勝利だぜ。お見事にござる。これで宇都宮家も滅亡だ。宇都宮家も他愛なし。ついでに織田家も滅ぼしてしまおう。ついでに滅ぼされる織田家。ではこれより織田家を討伐する。それでは参る。いざ、太田。今回はザキカキは留守番だ。なので森氏に任せるぜ。頼むぞよ。ただいま、絶賛野戦中だぜ。っていうかすでにもうちょい状態。うむ、落ちたか。早すぎて草。これで我らの勝利だ。お見事にござる。それでは武将紹介、行ってみるか。さーて、誰があるかな。まずは三仏なたけ。宇都宮家臣。父、綱草は剣豪十数で主君、ただ綱、沖綱を死に追いやる。そして宇都宮城を乗っ取るが急死。父の後継ぎ後、宇都宮城を奪還される。その後、北条家に接近。宇都宮家からの独立を画策するが叔父と対立。その叔父に謀殺されたという武将だ。この時、叔父と一緒に測ったのが羽賀高貞なんだよね。三仏なしげに塩賜る。これで織田家も滅亡だ。織田家も他愛なし。それでは勢力図を見てみよう。今回もいい感じで滅ぼせたわね。でもだんだん相手も強くなるぜ。なんの、こちらも強くなるだけよ。そうだな。では構図け、見てみよう。上泉と長野がいるな。上杉に過ぎたる武将よ。太田もいるぜ。なかなか厄介かもな。さようであるな。よし、では下草、見てみよう。どんな武将がいるのかな。ここはそう大したことはないぜ。数が多いだけか、たやすいぞよ。だがここは諸勢力が問題なんだぜ。え、ここも黒人衆は千葉家なの。そうなんだ。しかも自社勢力ともに千葉家に組しているぜ。う、実に面倒でおじゃる。どうしたものかな。
どうしたものでおじゃるかな。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。さてザキカキの明日はあっちこっちそっち、次回もこうご期待。それではご視聴ありがとうございました。